キロックコロシアム。サヌキロックチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、せーの、カルマでーす。僕たち北海道出身在住の3ピースロックマンのカルマです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、サヌキロックについて、もしくは商店街についてということですけれども、はい、どうですか、実際商店街ってさ、俺ら行ったことあったっけ。多分ね、あ、通ってると。通ってるね。あと、うどん食いに行ってない？商店街、うん、行ったじゃん。なんか俺覚えてるのは、それこそ多分サヌキロック終わった後に通信中に挨拶しに行くって言って、みんなで歩いた。で、その時にさ、路上でさ、ライブやってる人とかが何人かいてさ、いためっちゃ良かったよね。そうだ、それ1年ぶりぐらい。そうだね。だからそう、俺が去年も立たせてもらって、はい、フェストハーレ大きいステージ立たせてもらってるんですよ。だから今年2年連続出してもらうことになってるんで、楽しみです。はい、ありがとうございます。はい、そして僕らはね、去年の秋頃に、11月に、新しいミニアルバムをリリースしまして、そのリリースツアーで全国ワンマン回るんですけれども、香川の方は今回は行けないんですけれども、過去にはね、ワンマンでも行ってるんですけれども、はい、今回は行けなくて、まあ近い場所だったら大阪か福岡かなって感じで、大阪と福岡だけ今キャパシティの緩和によってチケット追加販売してるんで、はい、もしよろしかったら来てください。来てください。お願いします。お願いします。はい、ということで、まあもうすぐだね、サヌキロックね。すぐです。で、出演日も発表されたけど、同じ日に北海道から一緒にシェボンってバンドが行ったり、あとマキとかね、友達もすごい多くて、すごいの楽しみです。友達に会えるのは楽しみだし、香川の皆さんに会えるの楽しみ、ライブするの楽しみ、そしてうどん食べるの楽しみでございます。ありがとうございます。ということで、サヌキロックコロシアムでお会いしましょう。以上、カルマでした。せーの、バイバーイ。